を鍛えることができれば、シワやたるみやほうれい線、それらを消していくことができるんです。はい、皆さんこんにちは。元ブライダルモデル、アラホーヨガインストラクター、パーソナルトレーナーの萌です。今日はね、体じゃなくてこの辺りの顔のことについて。30代、40代、50代と年齢を重ねるにつれて、体の筋肉のいろんな部分が下にブオーンと下がってきちゃうんですけども、それと同時に頬から下の顔の筋肉も一緒に下に下がってきてしまうんですね。最近で言うとマスクで隠れちゃっている部分になるんだけど、今までにないマスクの下の肌荒れとかほうれい線が深くなったりシワができたりする、マスク緩み、気持ちまで一緒に沈んできちゃいますよね。もうマスク取るのが怖いという方もいらっしゃるかもしれません。そのマスク緩み、つまりこの辺りのほうれい線とかゴルゴ線とかシワや一気に落ちて老けてきちゃう原因っていうのが、頬のたるみにあったんです。さらにその頬のたるみの原因となっているのが、実は笑顔をキープできなくなっている人が増えているということにあったんです。ただでさえ年齢とともにたるんできちゃってキープしにくくなると言われているのに、あなたはどうですか？ニコッと笑ったこの形、キープすると少し疲れたりしないですか？もしくは引きつっちゃって頭のあたりまでしんどくなっちゃって、笑顔をキープしづらくなっていたりはしないですか？笑顔をね、キープできなくなってしまうと頬が下に落ちてきます。その時っていうのは、頬結構この顔の面積をだいぶ占めるんですが、お口をめがけて斜めに落ちてくるんです。そうすると落ちてくる斜めに、ここの部分が折りたたむようにシワができて、ほうれい線ができてしまうというわけ。さらに目の下あたりからこのようについてしまうゴルゴラインも、頬が下がることによって皮膚とお肌の間に溝ができてしまって、シワが深く刻まれてしまうんです。でもね、大丈夫です。人の顔の筋肉は2週間で変わると言われています。笑顔をキープする筋肉っていうのは、何歳からでもいつからでも鍛えることができるんです。笑顔をキープする筋肉を鍛えることができれば、シワやたるみやほうれい線、それらを消していくことができるんです。人間のお顔っていうのはたくさんの筋肉でできています。いつもニコニコっと笑っていらっしゃる方っていうのは、頬の筋肉が張って発達しているため緩みにくくって、笑顔をキープしやすいから若々しく見えるんです。逆にね、いつもイライラっとして愚痴や文句ばかり言っている方っていうのはね、このあたりを縮こませる筋肉が発達してしまうので、眉間に縦シワが入りやすくなってしまうんです。年齢を重ねるほどに性格や生き様が顔に出るとよく言われますが、これはね、ちゃんと言い換えると、年齢を重ねるほど顔の癖が筋肉になって表面化してくるということなんです。つまりよく使っている筋肉は発達するし、逆に使っていない筋肉は下に落ちてくる。使っている筋肉と使っていない筋肉の差が、年齢を重ねるごとにどんどんとお顔の中で表面化しやすくなるんです。そしてそれがあなたのお顔となって表面化してくるということだったんです。なので笑顔をキープするということは、若返りや第一印象などにはとてもとてもメリットがあったんです。そこで今日は、年齢とともに落ちて緩んでしまいがちな頬と口角を上げて、笑顔の筋肉を伝える方法をお伝えしていきたいと思います。それによってほうれい線や気になるシワの解消、見た目年齢を10歳一緒に若返らせていきましょう。
さらにこれからも年齢を重ねるとともに、笑顔で素敵でハッピーな生き様があなたのお顔の筋肉となって表面化していくように、第一印象も一緒に変えていきましょう。実はね、余談ですが、人間って悲しい時でも無理やり笑顔を作ると脳が勘違いを起こして幸せホルモンを分泌させてくれるということもあるんです。前向きなメンタルにもとても効果的なので、今日は一緒に笑顔の作るための筋肉を鍛えて若返っていきましょう。ではやってみよう。ではまず最初に、あなたの頬を下に引っ張っている首周りの筋肉の硬さをチェックしてから開始してみたいと思います。横、縦、どちらの方が動きにくいか硬いかなどをチェックしてから開始してね。ではまず、耳の下から鎖骨まで通っている首の筋肉、胸鎖乳突筋と、顎のこのフェイスラインをぼやかしてしまう後傾筋という筋肉を元の位置に戻していくことから開始します。胸鎖乳突筋は指の腹全体を使って後ろへ、後傾筋の上部はぐーっと上に、ただこれだけ。2つの筋肉を分けて上と、そして後ろへぐーっと押しながらマッサージしたりキープしたりしていきます。今度反対ね。反対側も同じように、胸鎖乳突筋を後ろへ、後傾筋の上部を上に引き上げる。パソコン作業やスマホ首の方っていうのは、胸鎖乳突筋が前に飛び出て後傾筋の上部は下に下がっているの。なのでここから頬が引っ張られてしまうので、ただただこの2つの筋肉の位置を元に戻すだけ。これが終わった後に一度首を回していただくと、最初よりも柔らかくなっていることに気がつくと思います。では口周り強化開始していくよ。まずは唇同士をぎゅーっと押し合って、ぎゅーっと押し合って、引き込んでパッと開ける。ぎゅーっと押し合って、引き込んでパッと開ける。これを繰り返していきます。笑顔を作るのには、このあたりの口周りの口輪筋と呼ばれる筋肉の強化が大切。ここが緩んでくるとね、しっかりと口が笑顔に開かなかったりするので頑張って。さあでは次、垂れている頬、これを少し上にグッと指で引き上げた状態で、口を斜め上に押し上げていきます。まずは頬の高さをキープしたまま口角を上げるという運動です。最初はね、難しいと思います。左右差もあると思います。私はね、結構ね、左の方が行きにくかったりするので難しい。でもこれ毎日行っていると、横から見た時にフェイスラインがすっきりしてきます。さあ今度反対も行っていこう。キュッと指で上げて、口角よ上がれと思いながら押して、しっかりと頬の高さをキープしたまま口角を上げていく。両方が上がると笑顔の筋肉が目覚めていくんです。難しいね、難しいけど、毎日やってると必ず上がった位置があなたの顔になってくるから頑張って。私も難しい。あと少し、あと少し、 OKOK。 次は頬の横のラインを上に引っ張り上げたまま、うえうえと動かします。笑うための筋肉は、えーという時にしっかりと開いて、うーという時にしっかりとつぼまなければいけないんだけれども、この時にこの横のフェイスラインが垂れてきちゃうと、頬が垂れ下がったままになってしまうので、側頭筋という部分からキュッと引き上げた状態でしっかりう、えを言えるようにしていきます。では次、空気を入れていくよ。そう、クチュクチュっとうがいをするときみたいに空気を使って膨らまして、
鼻の下の横のところですかね、通って頬をキュッキュッと左右に動かすんだけども、この時に左右というか斜め上に上げていこうとします。そうすることによって頬の位置がキュッと上向きになってきて、鼻と口の長さが短くなってくるの。あと少し、頑張ったね。では次、上下そして左右に膨らました状態でシワを伸ばしていくよ。空気をクチュクチュっとするみたいに膨らましていきます。そうすることによって口の中からついてしまったほうれい線をしっかりと伸ばしてなくしていくことができるんです。口の中からね、ほうれい線にアイロンを当てていくような感覚でなくなれと思いながら頑張って。さあでは次です。もう一度口周り強化です。唇をぎゅーぎゅーとすぼめて、そしてパッと開ける。すぼめてすぼめて、酸っぱいみたいな感じで吸い込んでいきます。そしてパッと開ける。頬の運動です。口のところ、そう、エクボができるくらいパッと開ける。吸い込んで吸い込んで開ける。さあこの時も頑張って頬が固まっていることを感じて、頬は上でも吸い込む。そうすると若くて可愛いエクボができる。 OK です、頑張った。では次、今度は鼻の下から唇の上唇までの距離を短くしていくの。キュッと上唇を上げる。難しいと思う。でも上げていく。鼻の下から唇までを短くする。そうすると口角も一緒に上がるし、長くなってしまってお猿さんチックに見えてしまう顔がキュッと引き締まって、小顔効果もある。口角も上がる、頬も上に上がる。これ難しいと思う。でもね、頑張って。 OK です。さあでは次、側頭筋。ここからぐーっと引っ張り上げてね。うえうえです。側頭筋っていうのは頬を吊り上げてくれる筋肉を止めてくれる筋肉なんです。頬を吊り上げてくれるのは胸骨筋という、胸骨筋を止めてくれるのがこの手の位置の側頭筋。このあたりをキュッと止めてくれ止めてくれと思いながら、止まったままでうえうえと行います。さあ OK です。では次、笑顔を作っていくよ。最高の笑顔、キープ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 、めちゃめちゃ綺麗、美しい。そう、この笑顔をキープしてうえお、頬の位置をキープしたまま最高の笑顔からあいうえお、そう、頬は落ちない、頬は落ちない。もう一回いくよ。最高の笑顔、頬はこのまま、あいうえお、素晴らしい、頑張った。これをキープしていくよ。 OK です。では次は鼻の横ですね。頬の位置のところに人差し指と中指をキュッと当てて持ち上げて、最後はこの頬の位置をキープさせて形状記憶させていきます。頬の位置を上げるトレーニングを行った後っていうのは、このあたりがガチガチに固まってしまうので、最後は少しマッサージをして優しく優しく緩めていくことで終了していきます。そうすることによってここで形状記憶されていくんです。10年前のあの頃のあの位置へ、形状記憶。 OK です。では最後は手のあたりを使って止めてくれるための側頭筋、ここを緩めていっておしまいにします。筋肉はね、固まりすぎていてもダメ、緩みすぎていてもダメなんです。気持ちよく呼吸をしながら側頭筋を緩めて、今日はあなたの顔が1歳若返った、明日は2歳若返って、そしてその次は
3歳若返ってどんどん若返るね。あと少し。お疲れ様でした。最高の笑顔でこのままキープしていこうね。はい、皆さんお疲れ様でした。本日の動画いかがでしたでしょうか。お楽しみいただけましたでしょうか。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。この動画のご感想はコメント欄にお待ちしてます。あなたの気になる部位別ごとに自動で動画が届く公式 LINE を作りましたので、ぜひぜひこちらは概要欄からお友達登録お待ちしてます。今日からあなたも少しずつ笑顔を保つための筋肉を鍛えて、年齢を重ねるごとにあなたの素敵な笑顔がそのお顔となって表面化されていくように、一緒にぜひ続けてみてくださいね。また次の動画でお会いしましょう。